韓国与野党は14日、カン・ギー官房長官が自民党の新総裁に選出されたことを受けて、正しい歴史味をもとに、日韓関係の改善に努力するよう注文した。チェ・ジュン与党共に民主党の国際報道官は、この日、論評を通じてカン・ギー総裁は、長い韓官房長官として携わってきたため、国際情勢を読み取る能力があるとし、これをもとに、日韓両国間の懸案を積極的かつ実用的に解決していくことを願うとした。同氏は続けて、日韓間の連帯と協力は、東アジアの安全保障と平和など、国際関係で必要なこととし、両国の経済と発展のためにも、対話とコミュニケーションを持続的に行わなければならないと明らかにした。そして、未来志向的な両国関係のために、過去の謝罪と輸出規制を解除することを要求した。同氏は新しく出発することになった日本政府は、歴史の歪曲をやめ、過去に対する謝罪を通じて、歴史認識を正さなければならないとし、日本による一方的な輸出規制も解除されなければならないと強調した。また、野党国民の力のペジュニョン報道官は論評で、明確な歴史認識と真摯な謝罪を土台に、両国関係の発展的方向について、悩まなければならないとしながら、カン・ギー総裁が安倍政権を継承するとしたのは懸念されると述べた。